秩父鉄道和道黒谷駅へやってまいりました。こちらのホームには、はい、大きな和道開珎のオブジェがあります。なぜここにあるかと言いますと、奈良時代にこちらで大量の銅が取れまして、その銅を利用した日本最初の流通貨幣和道開珎が作られることになった記念すべき場所だからです。そしてこちらに鎮座されています聖神社、この聖神社はお金の神様として有名です。前回僕一回参拝したんですけれども、その時にちょっといいことがあったんで、今回お礼参りに参りました。参道の左側にありますこちらの大きな石、ちょっと変わってますよね。こちらもパワーを感じます。拝殿やってまいりました。拝殿の左側にではですね、宝くじや競馬が当たったという、嬉しいお知らせが書いたお手紙が貼ってありました。この地でね、この自然の銅が取れたことで和道開珎大量に作られて全国に流通することになったんですね。ではその参道を出まして、和道開珎の遺跡へ参りたいと思います。和道開珎採掘露天堀跡、神社から歩いて十数分の場所にあります。のどかな、ね、田園風景なんですけれども、この、階段を下っていきます。そうしますと、はい、和道開珎の大きなオブジェと、瓦が見えてまいります。和道遺跡ですね。このね、川沿いの斜面を縦に掘りまして、銅が採掘されました。1300年前のことですね。はい、この黒っぽい部分ですね、斜面を縦断して掘られていることが分かります。ではですね、もうちょっとこの階段を上りまして、採掘現場を間近から見てみたいと思います。こちらの階段を上り切りますと、この鉄の橋があります。この橋を渡りますとね、ちょっとこの橋の鉄板がミシミシするんでちょっと怖いです。はい、橋からの眺めです。このように斜面を縦断するように、えぐるように銅が掘られていたことがわかります。今から1300年前、奈良時代のことですね。まあ、当時はね、もちろん安全器具なんかはなかったでしょうから、綱一本でね、かなり危険な作業でこのように銅を採掘していたものと思われます。これは僕の考えなんですけれども、かなりね、犠牲者が出たんじゃないかなって僕は思います。奈良時代の人がね、命がけでいかにこの銅を掘るためにね、命がけで仕事をしたかっていうのが手に取るように分かる場所です。多分この上の方からね、ロープを垂らして、少しずつこう掘っていったんでしょうかね。はい、下は先ほどの瓦につながっています。最後にですね、先ほどの聖神社で購入しました和道開珎の、こちらお守りですね、かなりね、精巧に作られていまして、裏面にはですね、元明天皇が奉納したつがいのムカデが彫られています。このように携帯電話につけてみました。皆さんもぜひお参りをしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。